関節可動域測定装置モバイルモーションビジュアライザーアキラ。見つめています未来のリハビリ。リハビリテーションの現場のニーズから生まれた医療機器、それがアキラです。このアキラの最大の特徴は、人体に特殊なマーカーなどを装着することなく、この機器の前に立っていただくだけでビデオ感覚のような簡単な操作で計測が行える点です。さらにリハビリの内容に応じた計測を行うための計測支援機能、計測したデータを活用するための多彩な動作分析機能、他の機器との柔軟なデータ連携を行う機能など、さまざまな人体の計測を必要とする現場において幅広く活用していただけるシステムとなっております。アキラに表示されるお手本動作を患者が真似するだけで簡単に動作計測ができます。角度計を患者に当て、メモリを読み取ったり、結果を記入する手間を軽減、患者の状態に集中することを可能にします。一連の動作・評価を自動化することで計測を効率化でき、より多くのリハビリ効果測定が行えます。3次元計測データを用いて動作・角度を立体的かつリアルタイムで表示可能。トラッキング機能を用いることで関節の移動軌跡を任意の方向から視覚的に確認できます。複数のデータを重ね合わせることでリハビリ経過の確認が簡単に行えます。計測したデータは帳票や各種データとして簡単に出力することができ、他のシステムへの取り込みに利用することもできます。これらの特徴を生かすことで、大きな動きが困難な方から歩行・日常動作ができる方まで、さまざまな動作を幅広く計測・解析することができるのです。当院が開発協力してきたアキラについては3つのメリットがあると考えております。1つ目は手軽であるということです。安くてマーカーも使用しません。2つ目は患者様にとって分かりやすいということです。画像や動画で説明できますので、パッと見て変化を納得いただけます。3つ目はデータが客観的であるということです。非常に解析しやすいツールですので、その場で患者さんに結果をお示しすることができます。近年我々の業界では、患者様やご家族に対して分かりやすく伝えるという必要性が高まっております。リハビリの効果をこのアキラによってですね、日々測定できれば患者様のモチベーションにもつながるのではないかと考えています。データを視覚的に理解できるイメージで伝えることで、患者自身の状況判断力を高めたり、モチベーションアップが期待できることでしょう。リハビリ現場への IoT の普及を推進し、さらに多くの患者へ対応。ビッグデータとして蓄積していくことで、リハビリテーション現場のイノベーションにアキラは挑戦していきます。